赤坂さんはやっと口を開いてくれた。変なものが入ってるかもしれないだろ。それって黒崎さんが何かするって思ったんですか？反応が返ってきたことに驚きつつも、受け取った言葉の意味をそのまま聞いてみる。赤坂さんは貧乏ゆすりを再開した。違う。お前も、あいつも、みんな信じられないんだ。なるほど。赤坂さんはただ、黒崎さん個人に対して疑念があるわけではなく、他の人すべてが信じられないようだ。だって、僕の言う通りだったろ。この研究所は、いかがわしい。そういえば最初に綾さんが、被験者の一人が治験薬を不審がり、これは何の薬だと根掘り葉掘り聞きかじっていたと言っていた気がする。ひょっとして赤坂さんがその人物なのだろうか。羽黒さんも興味が惹かれたのか、こちらにやってくる。それってどういう意味なんですか？すると赤坂さんは挙動不審ながらも得意そうな顔をこちらに向ける。初めて目が合った。僕、薬の知識が結構あるんだ。個人でも薬品を集めてるから、うちで実験とかもできるんだよ。こないだはアセトンを使ってペーパークロマトグラフィーによる色素の分離を見たり、パラフィンの燃焼を調べる実験もしたりね。それと、農園さんと農商さんで応水を。今までのだんまり具合が嘘のように、赤坂さんはペラペラと喋り出した。言葉に詰まっていたのもほとんどなくなっている。先ほどまでの赤坂さんとは別人のようだった。はあ、正直僕には何がすごいのかよくわからなかった。ところどころで聞いた名前は出てきたが、僕は薬の方面に明るいわけでもない。小暮さんも同じ気持ちなのか、不思議そうな面持ちをして聞いている。その顔はまるで宇宙人を目の当たりにした人のようだった。すると羽黒さんが微笑みを崩さないまま僕に耳打ちしてきた。先輩、大したことないですよ。単なるオタクレベルですね。彼の知識はインターネットや科学の教科書に載ってる程度ですよ。ちなみにパラフィンは単なるろうそくのろうです。意外と冷徹な羽黒さんの言葉に苦笑いしか出てこない。つまりは、ろうそくを燃やしていただけなのだろうか。それだったら、仏壇がある家庭は毎日やっているんじゃないだろうか。というか、わざわざ難しい単語で説明する理由が理解できない。人に伝えるんだから、わかりやすい、一般的な名称で言えばいいのに。多分、自慢したいんですよ。僕の複雑な表情を読み取ったのか、羽黒さんがまた耳打ちする。いい年した大人に自分の知識をひけらかしたいんじゃないんですか。褒めればもっとたくさん話してくれますよ。でもここにカゴメ先輩がいたらボコボコにされてるんだろうな。その光景は僕にも容易に想像できる。あの人は中途半端な人間には容赦しないタイプだ。ここってなんか怪しいと僕は思ってたんだよね、最初から。僕たちが何を話していたのかも知らずに、赤坂さんが鼻息荒く言い切った。面が上がっても伏せていても周囲の空気が読み取れないのは同じらしい。カプセルに関して質問してもごまかすような回答しか返ってこないし、絶対いかがわしいことをやっていたんだ。確信を持って赤坂さんは一人でうなずいている。刑事さん、ここの投薬のシステム知ってる？朝の8時にカプセルを飲まされるんだけど、個人によって別の薬も一緒に飲まされたり、たくさんの水を飲まされたり、いろいろ違うんだよ。それから6時間おきにラウンジに行って検査を受けるんだ。問診したり採血したりね。最後に夜中の10時にまたカプセルを飲んで終わり。
毎日がそれの繰り返しなんだ。それを聞いてふと疑問を感じた。なぜ夜に投薬する必要があるのだろうか。夜に薬を飲むと次の日に持ち越しになってしまうではないか。それとも朝の薬だけでは効果が不完全だというのであろうか。夜の薬は一体どんな意味があるのだろう。しかも今日なんて変な水まで飲まされちゃってさ、誰も何も言わないけど僕にはわかるんだよ。薬の時に飲んだ水に何か入ってたって。水には何が入っていたんですか。本当にそんなことまでわかるんですか。夜の薬とはどんなものだったんですか。水には何が入っていたんですか。もしそうなら貴重な情報だ。被験者たちが暴れ出したのが治験薬だけじゃなくてその水も原因だとしたら、これはしっかり聞いておく必要があるだろう。赤坂さん、あの水には何が入っていたんですか。すると赤坂さんは得意げににやりと笑う。まあ僕ならちょっと舌で触れたくらいで、それが正常な水かどうかぐらいわかるよ。あれ、質問をしたつもりなのに期待した答えが返ってこなかった。僕の言い方が悪かったのだろうか。僕はもう一度赤坂さんに聞いた。それでその薬品っていうのはどういうものなんですか。カリプトファンさ。やけにもったいつけて赤坂さんが言う。カリプトファン、聞いたことのない名前だ。どのようなものなのか全く想像がつかない。多分思ったことが表情に出てしまっていたのだろう。僕の顔を覗き込むと赤坂さんは機嫌よさそうに微笑んだ。こんな楽しそうな赤坂さんをここに来てから初めて見た気がする。ああ、これは知らなくてもしょうがないかな。カリプトファンっていうのはトリプトファンの亜種なんだよ。トリプトファンは当然知ってるよね。常識だよね。すみません。知りません。教えてくれると嬉しいんですが。赤坂さんの高圧的な物言いに、なんだか気分が落ち込んできた。ああ、そうなの？風見さん、警察官なのにそんなことも知らないんだ。カリプトファンっていうのは、遺伝子組み換えをしたトリプトファンから発生するものなんだよ。トリプトファン事件って知ってるよね？それではバチルスアミロリクファシエンスという細菌を産生させたんだけど、カリプトファンはその細菌がまた特殊なんだよ。そうなんですか。さっきと同じだ。聞いたことのない専門用語がバンバン出てくる。いきなりバチルスなんとかという名前を出されても、僕には何が何だかさっぱりわからない。僕は話をさっさと進めてしまうことにした。で、そのカリプトファンにはどのような効果があるんで。ああ、そうそう。バチルスアミロリケファシエンスといえば、本題の薬品がどんな効果をもたらすものなのか聞こうとしたのだが、赤坂さんは僕の話をまるっきりスルーした。もとより僕の意見は求めていないといった具合だ。これでは会話じゃなくて僕が授業を受けているようだ。いや、一方的に話されているだけで質問すら許されないのだから、テレビ番組を見ていると言った方が正しいかもしれない。どうしてここの治験ボランティアに参加している被験者は皆こうなのだろう。視線を合わせてくれなかったり、人の話を聞かなかったり、場違いに自分勝手に騒いだりする。みんなコミュニケーションが苦手なのだろうか。それでバチルス・ブレビスが。赤坂さんの話はまだまだ続きそうな感じだ。事件に関係しない
単なる自慢話なら早々に切り上げたいのだが。カザミ君、ちょっといいかしら。ナイスタイミング。振り返ると鴨泉警部補が食堂の入り口から顔を覗かせているではないか。僕たち編纂室メンバーに対して手招きをしている。見せたいものがあるのよ。連れられてきたのは被験者側の廊下の角だった。ラウンジの外周をぐるりと回って浴室の奥まで行くと、そこは行き止まりになっている。設計ミスなのだろうか。袋工事になっているだけで、特に目ぼしいものは何もない。だが鴨泉警部補は足を止めずに、そのまま先へと歩み出す。僕たちは警部補に先導されるがままに進んでいった。鴨泉警部補、こんなところにまで来てどうするんですか？狭いであります。小暮さんが窮屈そうに体を斜めにずらした。ちなみに羽黒さんは警護のために食堂に残ってもらっている。鴨泉警部補はそんな僕たちには見向きもせずに奥の雪止まりのところで止まった。いいからこれを見なさい。道の最奥、鴨泉警部補が示したのは、なんと扉であった。ドアは道に沿って真正面にあるのではなく、左側の壁についている。この施設を知らない人だったら、こんなところに扉があるだなんて気づかないだろう。警部補、これは一体？電話線の配線を調べていたら、たまたま見つけたのよ。そう説明しながらも、鴨泉警部補はドアを開く。これは？僕と小暮さんは、あまりのことに息を呑んだ。ドアの先には地下へと続く階段があった。ぼんやりとしたオレンジ色の光に照らされ浮かび上がる。そのライトのせいだろうか、同じ材質で作られているはずなのに地上階とは全く雰囲気が違って見えた。問題はこの先よ。鴨泉警部補は僕たちの反応など気にも留めず、一人で階段を降りていってしまった。狭く静かな階段に、鴨泉警部補のヒールの音が響いている。警部補、待ってください。僕たちも慌てて後に続いた。そんな場所のせいか、あのざわざわと渦巻く音もはっきりと聞こえた。地下だからだろうか。ここでは上の方から聞こえてくる。そのせいで不気味な地下がさらに気味悪く見えてきた。背中がむずがゆいというか、なんというか、やっぱりいくら聞いても慣れない音だ。階段を下り切ったところで廊下へと出る。このぐらい電灯で照らされた道の先には扉が一つあるだけだ。鴨泉警部補はそれでも躊躇せずに前に進む。もしあの部屋に不審者が潜んでいるとして、そうなったら彼女が一番危険じゃないか。危ないですよ鴨泉警部補、先頭は僕が代わります、と寄り添いながら声をかけたら、平気よ、だってもう入って確認したもの。さすが鴨泉警部補、やることが早い。それで中には何が？見ればわかるわ。僕たちをしらけた風に眺めながら鴨泉警部補が扉を開いた。ドアを開けた途端、何かが腐ったような匂いが鼻に触った。そこは物置と見間違うような薄暗くて汚い小さな部屋だった。